売りました。しかもね、何件も来ていました。これで、その中で私が新しい自分に出会える扉を開ける言葉をプレゼントするのが、新潟県大学生21歳エフラム君。そんな若い子にそんな言葉をあげちゃって大丈夫ですかね。お寺班のクイズは星野源さんのうちで踊ろうですかって。すごい。でもそれ質問系ですよね。でも当てた。当てたか。そしたら、うん、エフラム君に新しい自分に出会える扉を開ける言葉をプレゼントです。 ありがたい言葉ですね。じゃあ聞いてみましょうか。はい、石の上にも3年、ちょっと長いか、そんなには座ってない。